カメラ初めて物語と題し、カメラの技術のルーツをたどる特別展が日本カメラ博物館で明日から開催されます。1839年にフランスのダゲールが現代につながる実用的な写真術を公表してからおよそ170年、特別展は写真とカメラの歴史を紹介するものです。172年前に世界で初めて販売された市販のカメラから世界最初の電子カメラなど珍しいカメラおよそ150点が展示されます。主催者は写真やカメラに関する初めてをテーマに、カメラの機構や構造のルーツをたどり、現在のデジタル時代に至った歴史を分かりやすく紹介していきたいと話しています。